こんにちは。こんにちは。谷藤です。はい。今回紹介するギターですね。うん。こちらです。ちょっと奥まってるけど。ん？ゴフェルウッドギターズって読みます。ゴフェルウッド。ゴフェルウッドギターズ。はい。韓国を拠点に製造してるブランドのものです。うん、まず普通に全体的にもう弾きやすいっていうのがまず一つなんですよ。弦高とかも低いし、うん、でボディも抱えやすいようなサイズ感になってるんで、うん、非常に弾きやすいものですね。で、特徴的なのが、うん、このサウンドホールの中って映りますよ。なんか突っぺしてある。なんかサーペンみたいなのが挟まってると思うんですけど。あ、うちにもあの壁から壁にこういうのやっていろいろかかってる服とか。違いますね。そういったものではないですね、これ。そうです。これがサウンドピラーっていうオフェルウッドが、うん、もう特許とか持ってるシステムなんですけど、うん、これをつなぐことで、このトップとバックのその木の鳴りを、こう伝達させる役割を持ってるんですね。なんでその木の鳴りを増幅させたり、あと余計な振動をなくしたりっていうような、はい、ものに。バイオリンみたいな感じ？あ、そうです。バイオリンの昆虫とかに近いようなイメージです。なんで実は今これうちには他の替えのものはないんですけど、うん、中に入れるそのチップとかが複数種類あって、なんかブラスとかいろいろ選べるんですよね。へー、それチートじゃん。チートですね。それだけで音色変えたりとかもできるんで。へー。っていうと、その音がすごい派手になるとかそういった感じではなくて、本当なんか余分な音を取り払うっていう方向には結構働いてる印象が僕の中ではあります。今チューニングしました。はい。軽くこの体勢なんで軽く鳴らしただけなんですけど、うん、やっぱりこうなんかこう変な倍音の出てない感じ、すごいスッキリした感じで、だからといってこう味気ないわけではなく、うん、ちゃんと低い方の低音側の存在感とかも出てるかなと。と個性的な音ですね、これは。そうですよ。まあ、ちょっとさっき弾かせてもらったけど、あ、はい、なんかこうミッドのいい感じがなんかちゃんと出るというか。そうですね。うん、シャキンシャキンしない感じの。そうですね。ほんと上の余計なとこは出ないので、うん、でも抜け悪いわけでもないもんね。そうですね、うん、適度にまとまりつつっていうような感じですね。ちょっと独特なもんで。なるほど。なんか細かいとこだと、このなんかヘッド裏になんかプレートみたいなの貼ってるんですよね、うん、おしゃれってこと？おしゃれじゃないです。これでヘッドの鳴りのまた余計みたいなのがあるので、ここでもまたその音色を作ってます、はいはい、それとこだわりがすごいギュッと込められたギターですね。なんかいろいろやってるギターってことね。そうですね。そういったこと細かいとこなんかいろいろ試せるようなギターです。なるほど。だからぜひ弾きに来ていただいて。そうですね。こちらもぜひ弾いて体感していただきたい一本なので、はい、ぜひ来ていただければ。はい。じゃあありがとうございます。はい、ありがとうございます。